ですよ、油断しては。はい、見てください、私のこの手。はい、すごい、ありがとうございます。はい、本当ですね、皆さんとてもリアクションはありがたいところなんですが、これが油断というやつですね。失礼いたしました。はい、よろしくお願いいたします。お気をつけください。その中ですね、ちょっと皆様に真面目な話へと切り替えさせていただきますが、お願い事がございまして、こんな油断しているお兄さんの方から言うのもなんなんですが、お伝えさせていただきますね。パーク内に皆さんお入りになられますと、やはりテンションも皆さんマックス超えてくると思うんですが、ぜひですね、安全第一でございますので、走らずゆっくりとお進みいただきますようにお願いいたしますね。皆さん大丈夫ですか？なんか走らないでっていうワードを出した瞬間、皆さんなんか3割ほどの皆さん目線そらされましたが、大丈夫ですかね？はい、あ、すいません、鼻息じゃないですよ、これ風が入ってるだけなので、よろしくお願いいたします。皆さん走らずゆっくりお進みくださいというお願い事とともにですね、はい、パーク内でお休み中のアトラクションがなんと3つございまして、そちらだけちょっとお話しさせていただこうかなと思います。1回しか言いませんので、皆さんちゃんと聞いておいてくださいね。はい、あ、目線はスマートフォンでも構いませんけども、まず1つ目ですが、皆様、ピッチャースモールワールドです。はい、ファンタジーランドにあるアトラクションです。そして次にまた同じくファンタジーランドキャッスルカルトです。こちらがお休み中でございます。ベニーボラスバンバン。そして3つ目、皆さん一気にエリアが飛びまして、トゥモローランドのモンスターズインクライド&ゴーシークですね。はい、ファストパスも発見している人気アトラクションなんですけども、すいませんよ、皆さんノーモンスターでございます。よろしくお願いします。ごめんなさいね、皆さんがっかりするということで、皆さん私からのお話以上でございます。まず走らずゆっくりお進みくださいねということと、あと中に入りますと、私たちですね、ディズニーキャストが皆様おはようございますということで、お待ちしております。ぜひ皆さんゆっくり歩きながらハイタッチなんかもねしていただければと思います。僕のね、うるさいお兄さんに会いたくないなという方は、目線そらしながら歩いていただければもうそれで構いませんので、皆さんもう贅沢にませんよろしくお願いいたします。はい、ちょっとお待ちの中でございますが、皆様ぜひね体調管理しっかりお願いいたしますということと、本日も素敵な一日をお過ごしいただければと思います。よろしくお願いいたします。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。失礼いたします。